楽しいフリマをやっちゃいます。詳細は概要欄に載ってるよ、チェックしてね。こんにちは、シーバスルアラボです。こんばんは。はい、皆さん、まあね、5月ももう中頃過ぎて、ね、ちょうどいい気候になりました。はい、はい、皆さんね、まあレジャーとしてフィッシングを楽しむ方々、まあガチじゃない方々もね、うん、いると思います、うん、ね、堤防には人が増えてきました。増えたね。はい、で、海の中もやっぱりベイトがね、カタクチイワシとか、はい、イカナゴ、キビナゴ、うん、ナゴ系ね、ナゴ系とか、あとはセミの赤ちゃんとかね。どこセミの赤ちゃんとかね、もうそろそろ、まだ見んけどね、サヨリの赤ちゃんもね、もうぼちぼち生まれてくるんじゃないかなっていうところで、はい、そういう海もね、やっぱり命が回ってんですね。ということで、結構釣りがね、やっぱり釣りやすくなってくる、気候的にも条件的にも、そんなシーズンになってくると思います、はい。で、やっぱり堤防にね、やっぱり行く人、うん、増えるんじゃないでしょうか。うん、やっぱりね、カタクチイワシの接岸とかいろいろあるじゃないですか。うん、まあ、リバーシーバスも楽しいですけど、やっぱり堤防からね、大海原に向かって、えいやーってね、遠投して釣るっていうのも楽しいと思います。はい、そこで、我々ね、今まで、フローティングミノー、シンキングペンシルとかでね、うん、飛距離を出すならこれだみたいなシリーズ、今まで上げてきました。上げてます。はい。はい、まあちょっと、実測編はね、また改めて、まだ取りに行けてないんで、うん、実際にキャストしてどんぐらい飛んでんねんっていうところはまたやるんですけど、うん、今日は座学。そのシリーズの、シンキングミノー編。はい。シンキングミノー編ということで、やっていこうと思います。はい。で、今日ね、来ていただいたルアーが3種あります。で、こちらを、まあ、サイズ別に、うん、ご紹介していければなと思います。はい。それでは早速、やっていきま、よっしょ、タイム。オリジナルグッズ、販売中。はい、いいよ、やろ、はい。今日はですね、うん、飛距離を出すならこれだ、シンキングミノーということで、はい、3種類用意したんですけども、うん、それぞれ、まあ、100ミリ以下のタイプ、うん、まあ、100ミリ前後のタイプ、うん、で、まあ、150ミリまでは今回ちょっといかないですけど、まあ、ちょっと大きめな、長めなタイプ、うん、ということで、まあ、いつものね、例に漏れず、この3種類でやっていこうと思うんですけれども、はい、どっから行きたい？小さいんから行こうや。小さいんから行くか。うん、じゃあ、ね、この中では一番ちびっこだけど、はい、気は強いっていうね。こいつね。誰ですか？ほらね、もう僕らのチャンネルで結構出てきた。から皆さんご存知。すごい。はい、メガバスさんの、X80LBO ですね。SW。うん、で、これはね、LBO が入ってますね。うん、メガバスさんの、重心移動の機構。うん、LBO はね、やっぱ飛ぶ。ガツンってね。そう。でね、このリップがね、まあまああるけんさ、うん、リップのサイズが大きいけん、空気抵抗もやっぱり強いけん、それなりにかなって思いながらも、うん、やっぱり LBO がしっかり仕事して、うん、この粒感、このサイズ感にしてはもうピューンですね。ピューンですね。そう、ピューンですね。はい、で、なんだろう、レスポンスも最高ですね、うん、これは最高やね。そう、まあちょっとね、順番が前後しちゃうんやけど、うん、この2つに関してはね、正直飛距離重視っていうところで、うん、あんまりレスポンスはね、求めてないというか、うん、っていうイメージなんやけど、うん、こいつはね、飛ぶけどレスポンスも良くて、うん、で、なんて言ったってシンキングやけんさ、うん、堤防とかで水深があってもね、ちゃんとね、カウントダウンしたら下まで行けるじゃないですか。確かに、いろんなレンジを探れるんじゃないですか、はい、このサイズでね。どう？いや、最高。そう。で、やっぱりね、デイゲームとかだったらさ、うん、ただ巻きで結構キビキビ強く動きます。強いね。うん、レスポンスいいんでね、うん。それもいいんですけど、やっぱり、ジャーク、トゥイッチによる横飛びダート、うん。これに勝るものはなしというね。なし。うん。いいですよ、これ、本当に。小場所もいいしね。そう、小場所でもいいよ、これ、本当に、うん。大場所でも小場所でも
いいと。そう。そういうことですね。うん。これは、やけん、絶対皆さん、一人一個は持つ。これ義務。割と買えるよね。買える。これは買えます。うん、なんでね、これね、ちょっと前、マサさんの動画でもね、うん、これはいいよって紹介されとった。あ、そうだっけ。うん。この時期におすすめな、なんかルアー10銭みたいなさ。ああ、はい。で、デイとナイトで5ずつやったから、忘れたけど、ちょっとそこまでは。まあ、やっぱりね、それだけいいと。そう。これは間違いないです。間違いない。うん、これは皆さん、あの、マストアイテムですね。はい。マストゲットで。マストゲットしましょう。よろしくお願いします。はい。はい。オリジナルグッズ、販売中。じゃあ次に行きましょう。はい。次はじゃあサイズをね、1個上げるか、1個飛ばすかっていうところで迷ってます。上げましょう。1個上げ。はい。飛ばさず1個上げ。飛ばさず1個上げでいきましょう。かしこ。しんど。はい。はい。じゃあこれ行きましょう。これはね、見えますか皆さん。はい。カラーリング的にはこれ、もう、王の勇気カラーじゃないですか。そうやね。ジャドーさんのね、グラバーハイなんですね。はい。はいはい。これ、結構持った感じずっしりくる。そうだよね。重たい。うん、ウェイトボール入っとんやけど、うん、これカツーンって感じもね、最高で。うん、で、重さが 23g。はい。そう、意外と重いと思いきや、意外と重くない。うん、ね、これがカーン飛ぶんやなーって感じるんですね。感じるね。で、アクションについては、まあ、この幅の広いリップ、ちょっとやってもらっていい？これがね、うん、これすっごい広いやん、幅。広っ。そう、これがマジで水受けて。うん、マジで水受けろ。そう。で、キビキビって、そこまでキビキビはしてないんやけど、うん、まあ、それなりのボブンロールして。うん、で、まあ、やっぱり多分結構ね、ウエイトに、振っとるけんさ。うん、ちょっとレスポンスが良くないという言い方をしたらそうなんやけど、うん、まあよく言えばぬるんとしたなんかなめんとした感じ、うん、のアクションをしてくれます。うん、で結構ね沈むの早くて、うん、あのボトムまで着底とかも結構ねスムーズにいけるかなと思う。そうよね。で飛距離もマジで普通に80メートルくらい飛んどると思うよね。そう。ベルーガとかで投げたらやばいんじゃん。もう怖い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 。弾丸？そうそうそう。うん、であとはねこれも。スイッチのジャークで結構綺麗に横に飛ぶ、うん、これもポイント高し高しくんね、はい、そうやっぱりシンキングの醍醐味って、うん、レンジ取って、うん、レンジ刻んでジャークジャークジャークピタッとかさ、うん、ピタッブヒューンとかさ、うん、ジャークジャークジャークとかもう下からのこう浮き上がらせながらのブリブリブリとかさ、やっぱり沈むからこそできる誘い方。そうだね。フローティングはフローティングでいいんやけどね、うん、あると思うんですね。という点ではやっぱり早く沈むっていうのはやっぱ強い。強いね。うん、でジャークも効く、ジャークもすごい得意。うん、でまああんまり激しすぎないアクション。うん。っていうことでナイトでもデイでもいけますね。いけます。これはだから飛ぶよっていうおすすめ。めっちゃ飛びますこれは。はい、そう。でなんて言ったってこのボラグローカラーが好き。あ、俺も好き。はい。ね。はい。まあ売っとる場所はちょっと。わからん、うん、限られるかもしれない。そうやね。そんなどこでも見る感じではないか。ないね、あんまりね。確かに、うん、です。はいはい。で最後ちょっとね、ちょっと大きめの、もうこれはでも誰もが言わずともがなかなっていうところで、まあ飛ぶシンキングミノ、うん、飛ぶシンキングミノって言えばやっぱり本当はねサイレントアサシンとかでもよかったんですけど、うん、まあでもやっぱり飛ぶよねブローインって、うん、サイレントアサシンも飛ぶんやけど、うん、でこれはさらに飛ぶ 140J。 J ね。そう。なんでってそれはね140S よりウエイトをね増やしてんですね、うん、重りを下にね追加したことによってジャーキングの後の安定感とかそういうところを多分ブラッシュアップしたんやと思う。 3g アップしてるよね多分。ブローウィング23とかじゃなかったっけ。そんぐらいか。違ったっけ。飛距離が大幅にアップ。そう、やっぱり重くなったね。飛距離アップするんですね。より早く沈むためカウントダウンで下のレンジも手返しよく攻略可能。そう、俺がこれから言おうと思ってたことを全部言ってくれた。でも米マーク、ただ巻きではアクションが不安定になりますって書いてある。それも言おうと思ってたのに全部言ってくれたね。はい。なんで、うん、今おっしゃった通りに正直そのただ巻きに対するレスポンスっていうのは、うん、若干犠牲にしてる。やっぱりそうやね、ウエイトが増えてるけどね、うん、でも逆にそれを逆手に取れば、はい、なんかね新編っぽい感じで使えますね。なん
か 変な感じで S 字しよったよね。そう、なんかリップが水受けてボブリングじゃなくて、なんかもうユーンみたいな感じになるんですね。なんでやろうね。で、このであとはやっぱり着底までが早い。早いね、うん、レンジは刻める、すごい、うん、でブロービン、ブロービンじゃない、ジャーキングに対する安定性っていうのもやっぱりウエイトがね、うん、下の方に詰まってるけどさ、うん、それが増えたことによってやっぱ安定するわけよね、このふらつきがね、うん、そこのジャーク感のなんか抜け感っていうかな、うん、ふわってした時の多分姿勢とかも多分アップしてるはず、うん、ただ分けで使いたい人は 140S の方がいいと思う。確かに、うん、140S も普通に飛ぶけん、うん、でもやっぱりジャーキングした方が俺はシンキングミノーに関しては楽しい気がする。楽しいね、うん、堤防とかもそうやし、そう多分デイのボートとかもいいんじゃない。あ、もうそんなんうん、まあ、サワラとか青物にも効くしね。そうやね、釣れるしね、うん、ブロビン J はね、俺まだサワラしか釣ったことないから正直。まあそうなん、そう逆に言ったらレアやな。サワラでも2本ぐらい釣ったよこれで。マジで、うん、シーバスは釣れたことない。船、いや堤防、堤防、堤防、うん、羨ましい。いいね、いいね。なんで堤防でシーバスってあんまかからんのよね。堤防でルアー投げたら大体青物釣る。ああ、堤防ね。そう、俺もあんま堤防でシーバスのイメージないな。あ、でも VJ とか投げたらシーバス釣れる時あるわ。イワシが寄っとる時とか。そう、なんなんねちょっと、はい、ちょっと九州っぽい感じ、ね、うん、はい、はい、というわけで、うん、まあね、ブローインはちょっと若干ね皆さん手に入れにくいんで、うん、本当はご紹介するべきかどうか迷ったんですけど、うん、しました。 J は案外残る。そうだねっていう意味もあるね、うん、はい、そう一回入ったらね、うん、なんでこれはまあ使う手に入った方は参考にしてもらえるといいですね。はい、はい、うん、オリジナルグッズ販売中。そんな感じで3種類、今日はシンキングミノーということでご紹介しました。はい、ね、まあ別に僕らが紹介したやつ以外にもね、いろんなシンキングミノあるんで、うん、それぞれ皆さんあったやつをね見つけてもらえればと思います。 何をされてるんですかそれを。これはね、ちょっとみんなで、ね、こういうのって新しくない、今までやってこんかったよっ いっぱいいるわ目の前に置いとったのに、これって今までやってなくない。確かにカフェってもうだって何も100本ぐらい撮った、そんなの撮ってないか、そんなの撮ってないか。でももう100本近くは撮ってるはずやん。そうだね。でもこれやったら初めてよ。初めて。やっぱどんどん新たなことに挑戦していきたいな。そう、うん、ね、その意味も込めて。そう、はい、これはね人生のゴールテープかもしれない。わかりましためっちゃ意味がわからなかった、はい、はい。というわけで、皆さん、季節はどんどん良くなってます、はい。まあ、夏になったらまたね暑さとの戦いが始まるんですけど、うんうん、今から梅雨入りぐらいまではねみんな気持ちいい感じで気持ちよく釣りができるんじゃないかと思います、はい、そんな時に一匹でも多く釣りたい、釣ってほしい、うん、そんな気持ちで僕たちは発信を続けていますこんなこと言う俺。いや、もうそうしよう、はい、っていうのは全部嘘で、うん、別にそんなおこがましいなんかことは考えてなくて、はい、僕らは楽しいことを楽しくやりたい、それだけ、はい、それを一緒に楽しいと思ってくれたら幸せっていう、それだけです。幸せです、はいはい、なんでぜひ皆さん素敵なお釣りをしてください、はい、それでは今週はここまで、さよなら、おめでとうございます。はい、それでは今週も、シーバスルアラボフォトコンテストの当選者を発表します。イエーイ、イエーイ、はい、毎週言えるけど今週もたくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございます。はい、素敵なお写真今週も届いておりますので、はい、ね、満を持して発表させていただきたいと思います。はい、それでは早速ね、もう発表しちゃいましょう。はい、それでは発表します。今週の、シーバスルアラボフォトコンテストステッカーの当選者はドゥク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 ダン T 本田さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、素敵なお写真ありがとうございます。ありがとうございます、はい、送っていただいたお写真こちらになります。ピン、これ何がいいか分かる？何がいいの？この左下のカンカンに反射しとる。ああ、そう、ついついついこれがいいね。これね、わかるわかるわかる。
うまかったよ。だそうです。これね、こういうね、些細な演出、すごい刺さるみたいです。ぜひ、ね。でもこれ、いいよね。このいいよ、なんか流木の墓場みたいなさ。やっぱ木っていいよね。そう。で、佇むチャート。で、そこにアクセントでこの、感謝感謝。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 いや、もうマジ感謝。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そんな、T 本田さん、あなたには、こちらのオリジナルステッカー、贈呈いたします。はい。はい。ぜひね、楽しみにお待ちください。はい。はい。フォトコンテストはね、毎週やってます。うん。応募方法は簡単。ハッシュタグシバスルアラボ。それで、好きなお写真をツイート、もしくはインスタで投稿。はい。で、僕らのアカウントをフォロー。これだけ。うん。です。で、月に1回ね、バイバイ大賞っていうのもやってるんですね。うん。はい、素敵なルアーが当たります。です。なんで、まあ、詳しいことは概要欄に書いてますんで、ぜひチェックして参加してみてください。はい。それでは今週はここまで。はい。ご視聴ありがとうございました。よろしく。さよなら。